突然ですが皆さん、野田線の清水公園から梅里間が高架化されていることは、ご存知ですか？もちろん知っていますよね。ですが高架化された区間である野田市駅では、高架化されてから2年経っても工事を続けているのです。その工事というのが、ズバリ、2面4線化の工事です。ということで今回は、野田市駅の2面4線化後は、どんな使い方をされるのか、予想、解説していきたいと思います。この高架化工事は、2008年から始まり、2021年3月に清水公園から梅里間、2.9 キロの高架化工事が完成しました。完成したばかりの野田市駅では、先に開業した2面2線が使用されています。そして、高架化から2年後、現在の野田市駅は、こんな風になっています。なんと、立派な2面4線の高架駅がほぼ完成しているではありませんか。そうです。中華で作られた2面2線のホームがもうほぼ完成しており、レールも敷かれ、もう列車が通れるのではないかというくらい完成に近い状態です。このまま順調に工事が進めば、来年のダイヤ改正から使用が開始されるかもしれませんね。ではここから本題に入っていきましょう。チャンネル登録もお願いします。予想の一つ目は、急行列車の対比です。2面4線化後は、春日部、大宮方面が2線、運河、柏方面も2線で使用されるのではないかと考えます。これはほぼ確定と言っていいでしょう。そして、1方面2線あるのであれば、急行電車の対比ができるのではないかと考えるわけです。野田線でも実例はあり、高柳駅で、普通電車と急行電車が接続を取るのと同じ原理です。では、実際の運用を想定してみましょう。まずは、普通、柏行きが4番線に入線してきました。そして後続の急行、船橋行きが3番線に入線してきます。そしてここの出し駅で接続を取り、急行列車が先に出発し、あと追うように普通列車も出発していきます。ただ、この使い方には問題があり、日中で使用する場合には、野田線は10分間隔で走っているので、普通電車が入線してきた後、後続の急行電車が来るまで、10分間待たないといけないのです。また、前後に急行通過駅がないので、待ち合わせする意味もないかなと思ってしまいます。ラッシュ時には本数が増えるので、このような使い方もされるのかなとは思うのですが、日中に使うのは厳しすぎるので、この予想が当たる可能性は低いと言えそうです。予想の二つ目は、柏発運河行きを野田市まで延長する、です。現在、柏から運河の間では、急行通過駅の補完として、毎時2本、柏発運河行き、運河発、柏行きが運転されています。野田市から運河までは2駅分しかないので、延長運転は容易かと思われます。そして何より、野田市駅が2面4線化したことで、折り返しができるようになるため、この方法で活用される可能性は十分にあると思います。その他、野田市から、柏方面への本数が毎時8本となることで、利便性が向上し、野田市駅周辺の人口増加にも期待がかかっていると言えそうです。現在の野田市駅周辺は閑散としていて、駅前広場こそあるものの、出入り口は小さいし、周りには美しい草原が広がっていたりと、少し寂しいような感じがするので、再開発とともに賑やかな街になってほしいですね。投稿頻度が上がります。黒山チャンネルでは週1投稿が基本でしたが、投稿者が冬休みに入ったので投稿頻度を上げたいと思っております。あともう一つ。年内にチャンネル登録者50人突破を目指しているので、ぜひご協力お願いします。今後とも黒山チャンネルをよろしくお願いします。いかがでしたか？野田市駅が今後どんな使い方をされるのか、注目していきたいですね。今回は短めの動画になってしまいましたが、今後は長い動画も上げていきたいと思っているので、お楽しみに。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。